犬。そんなのなんでわかるんだよ。わかるわ。お前は武士。心意気だセニョール。あの角を折れば倒せるはずだ。エンマの大立ち。高度は非常に高い。波の武士では決して折れないのである。そのよ。非戦闘員は金属を捨てて退避。金属ごと鬼に食われるぞ。あれだ。折れた。なのに何の恩賞も地位も受けた。上杉軍最強の三匹の竜の一人だ。いや、一体どんな武士なんだ。まさき。はい。記録には正確な文言を使えといつも言っとるだろうが。金達様、副官殿にきっちりは無理にございます。貴様らさかわけが。貴様が毎度秩序を乱しすぎるのだ。いいかまさき、走るわ。不正な納税がその筆頭だな。いつもながら何を言っても部下と口論してる。尊敬されてるんじゃ。とにかく人間は強さにばらつきがある。対する最強たるゆえん。どうしよう、私たち負けちゃうの。勝てるさ。顔を上げろ皆の。俺の言葉じゃ全然響かなかったとかですかね。違うわ。百の鬼が何の規律もなくまばらに海光沢。いけるぞ直江様となら。やはりあなたこそが英雄ですよ金達様。俺の戦いを見て角の高度は分かったはずだ。さあ我こそ。第一陣の中にも使える奴がいるな。なんで俺に。やって大勢の闘気を一つに束ねて戦うんだよ。そうだ。小さな無数の子が集まり巨大な一つになろうとする。今回は逃げなかったようだな天子。当然だ。島津ってやつのことが怖いから仕方なく従ってるんだと思ってた。違うんだな。目的のために一緒に戦う。鬼を倒すために一緒に戦う。それに比べて俺は一人でふてくされて一人で生きがって。